動いた動いた。ここ一番北らしい。よし、じゃあ撮るよ。そろそろ、ね、歯磨きとかして寝ようかなと思います。はい、おはようございます。今ですね、6時17分で室温 18.6 度、湿度 48% です。まあ、全然ね、車内は快適に過ごしてますけど、相変わらずのこの風です。今日もね、強風が1日続くということなので、だいぶね、気をつけてね、宗谷岬まで行かなきゃいけないかなと。今いるところから宗谷の方がもっと風が吹いてるみたいなので、よりね、気をつけていって、でそれからね、稚内の方まで。でもこの辺一帯ね、ずっと強風らしいです。ずっとね、風速がね、常に平均風速10メーターっていう、突風が最大20メーターぐらいらしいんで、ほんと台風だなっていう感じですね。はい、ということで今日もちょっとね、準備して向かっていきたいと思います。はい、今日はね、ふーちゃんは後ろの席です。ここからスタートです。かなりね、風が強いので、ふーちゃんはね、後ろで動画でも見ててもらいます。こんな感じでセット OK です。はい、今ですね、出発しました。で、今日もですね、一日中強風ということなので、ちょっとね、宗谷岬稚内に関しては今日一日ね、ゆっくりいようかなという予定だったんですけども、風があまりにも強いので、まあ一旦ね、宗谷岬には行こうと思ってます。風速がね、で今は10メーター前後、15メーターって書いてあったかな。かなり強いんですよね。最大で27っていうのもかなり強いと思います。で、この辺今いる、僕らがいるとこでさえ今は平均風速 6.7 とか7メーターぐらいなんで、その2倍ぐらいが今平均で、宗谷岬が吹いてるということなので、ちょっとね、行けない可能性もなきにしもあらずかなと思っております。だからまあ、とりあえず向かうは向かうけど、まあ、どっちにしても今日宗谷岬稚内に関してはちょっとパッパッと行こうかなと。長いはしない、ね、うん、長いはしないで、内陸にすぐ戻ろうかなと思っております。予定ではね、ちょっとそのまま稚内のどっかで一泊しようと思ったんですけど、ちょっとね、状況的にそういう状況ではなさそうなので、まあ行くだけ行って、まあ、あの最北端はね、ちょっと行きたいんで、できれば行く。で、その後はね、ちょっとあの内陸側に戻ろうかなと予定しております。はい。ということでね、安全運転で向かっていきたいと思います。でも今日曇りだね。うん。多分今日ずっとこんな感じなんじゃないかな。なんか。はい。今ですね、かなりこの強風の中なんですけども、猿払村。っていうところにね、入りました。日本最北端の村と呼ばれているね、猿払村です。今のところだだっ広くまっすぐ道があるのみ、あと風が半端じゃない。昨日本当はこの先のね、とこまで目指してたんですけども、こんな内陸側でもこんな風強いんで、海側もっとやばいんだろうな。あ、もうあの辺がそうだね、町っぽいね。宗谷まではね、ひたすらまっすぐ行くだけです。本当はね、風も穏やかでね、天気も良ければゆっくりしたいところだけど、そうも言ってられない。あと2キロぐらいで道の駅猿払ですね。目指そうとしてたところ、そう、昨日目指そうと思ったところ、公園、猿払公園。風がなければね、多分最高の場所なんですよね。ロケーションいい。ロケーションは最高です。もうね、あと30キロぐらいなんですけど、なかなかね、ちょっとね、会話ができるレベルじゃないんですよね。運転に集中してないと、なんかね、めちゃくちゃ持ってかれる。あ、ここだね、猿払公園。本当だ、ホテルもあるんだ、ね、あ、本当だね。なんかいろいろペンション的なものもあり、あと残り30キロ進んできます。うぅ、風がすごい、風がすごい。稚内市に入った。今稚内に入りました。風がね、段違いですごくなってきた。本当に強い。時折キャンピングカーに出会うよね。そう、時折キャンカーが前から来るんで、まあ行かれた人がいるんだなっていうのが分かる。みんなこんな気持ちで運転してんのかな、うん、横がね、なんかずっとこんな感じでね、多分ずっとこの景色で遮るものがないから余計に風が来るような気がする。うん、はい、波消しブロックや。ちょっとここに波来るのかな。結構どうなんだろう、強い時は来るんじゃない、やっぱりね。だってここに、ここにあるぐらいだから、うん、じゃあ、あとね、15キロまで来ましたので、ここからね、安全運転で向かっていきたいと思います。おー、すごいな、ここ。すごい。宗谷岬まで残り10キロの距離です。北海道って、どこまでも国立公園のようだよね。壮大
快だね。まあまたね、映像で見るとね、風が綺麗に揺れてるかもしれない。まあ、実際は風で怯えてるんだけど。なんかね、草がいい感じに綺麗にウェーブしてんだよね。まあ、風が強い中、鹿も大変。意外とでかい。うわー、すごい。すごいね。また綺麗になびいてるね、この強風のおかげで。そしてここからは一気に海が近いね、うん、真横です。なんかものすごい距離走ってきたような気がするついにね、日本最北端、最も北の位置にある岬に時期到着です。長かった。うわすごいね、風でなびいてる、うん、向こう側にね。すごい、なんだあれ。浅瀬だから余計にあれなのかな。おお、宗谷岬。ここから宗谷岬なのかな。あともう3キロぐらい、あのモニュメントまで。わあすごいな。これ 1.8 キロ。わあ風強いぞここも。うん、なんかね、人が全く歩いてない。街はあるけど、ゴールデンウィークだよね。うん、全く人が歩いてない。あれなのかな、こういう時はもう家から出ない方式なんだね。あでも結構車いるね。キャンピングカーもいるじゃん。結構車はいる。寒そうだからダウン着とこうかな。結構多いじゃん。そうだね。はい、とりあえずね、今着きました。風がやばい、すんごい。マイクノイズリダクション入れました。聞こえてるかな、これで。よし、じゃあ撮るよ、行くよ。でも結構キャンピングカーもちらほら、キャブコンもバンコンもちらほらって言います。ちなみに今現在アメダスだとね、風速が南南西に 16.1 メートル、すごいね、風速16メーターです。すごいね、オホーツク海だ。触ることないから触っとこうか。あ、冷た、冷た。ちゃんとやってごらん。冷たいね。いやーすごいね、オホーツク海だ。初めて見た。あー向こうはすごいね、もっと。うわーすごいね。宗谷岬っていつもこんな感じなのかな。奥に神社があるんで、ここも見てみます。宗谷岬神社。賽銭箱。はい、OK。 よし、行こう。よし、じゃあとりあえず宗谷岬を出発しました。なかなかな風でございました。今もなかなかの風が吹いてます。こっち側のが風強いな、今走ってきた道より。あ、そう、うん。でこっからは宗谷岬、まあ、端っこ来たので四極照明の一つを取りに、そう、稚内市まで一気に。意外と宗谷岬から稚内までが30キロあるから結構遠いのよ。そうだね。あ、なんかすごいボランティアなのかな、うん、ゴミの清掃していらっしゃる。周りの人たちがいてくれるからね、綺麗に保てて、綺麗に保たれてるから。風がね、宗谷岬だけちょっと次元が違うんですよ。ここはね、ちょっとね、早く離脱したいっていう。揺れ方が尋常じゃないんで、本当台風です、台風。
ぜひね、来られる方はね、特にキャブコンとか乗られてる方は風をね見ながら来ていただいた方がより安心して楽しめるのかなと思います。あ、でも向こう山あんまなかったじゃん。うん、ちょうど今この左手に見える今動画で見えてる部分が稚内空港らしい。空港あるの？これ飛行機飛べるんかな？どうなんだろうね。関係ないのかな。あとね10キロで着くかな。もうちょっとでゴールですが、多分一番端っこのマクドナルド。日本最北端のマック。そう、この先にあるらしい。あれか。これ本当に？うん、これだよこれ。ここが最北端マックです。まあスルーしますけど。行かないんかい。行かないよ。あと少しで、道の駅稚内を着くと思います。この稚内のところに観光協会かななんかがあって、でそこで先ほどのね最北端証明書をいただけるようなのでちょっと行ってきます。そうですね、ここに今目的地付近です。電車や。日本最北端の駅かな。何でも最北端。むちゃくちゃ混んでない？道の駅稚内って半端じゃなく混んでんだけど。すごいじゃん、みーちゃん。ここ一番来たらしい。電車の。一番端っこのセンター。最北端。ゲットしました。はい、今ですね、無事に四極証明最北端宗谷岬をいただきました。稚内駅の記念入場切符、うんうん、入場券を買ってきました。そう、ここね、日本最北端の駅だっけ。最南端から最北端に来る最後の駅だ。線って書いてあったよ。あ、線かみたいですね。駅かはちょっと分かんない、まあ、JR 稚内駅ですね、うん。いやー、でもようやくね、最北端の証明書ももらったので、これであと鹿児島かな、あと一つ。今日はさ、朝8時ぐらいから行動してるからすごい早い、うん、そう、今日は早め早めの行動です。で今日はね、これからです。稚内福港市っていうところかな、うん、もしかして読み方違うかもしれないけどっていうところが、ちょうどさっきね、来る時にね、目の前に通ったんです、まあ、多分そこは市場、まあ、漁港市場みたいなところなんで、まあ、今日の昼ご飯とか夜ご飯も買えたらそこで買うのと、まあ、あとはあれだよね、実家のお土産みたいなの、そうだね、そこでもしあったら何か買っていこうかなみたいな。はい、ということでね、その市場までちょっと向かっていきたいと思います。着きました。結構でかいぞ。今ね、到着しました。結構大きいです。あ、全国発送って書いてある。書いてある。うん、なんか全部か。はい、ということでね、市場の方に着きました。こんな感じです。多分店内取れないので、ここでちょっとね、買ってきます。とりあえずね、ここではお土産だけ買いました。お土産っていうかね、毛ガニをね、直送した。なんかね、冷凍じゃなくて冷蔵で送れるらしく、うん、うちの実家は毛ガニを送りました。金井さんの毛ガニ。そしたらね、この後ですね、まあ、この辺近辺のなんかラーメン屋ないかなと思って今探してます。まあ、意外とね、ラーメン屋自体はあるんですけど、なんかね、想像以上にね、駐車場がないみたいで、駐車場がありきのところで今ね、探しております。あれだよね、店の中の雰囲気もさ、昔ながらのラーメン屋で、ザラーメン屋って感じ。ただやっぱ人気だからすっごい混んでたもん。はい、はい、とりあえずね、出発します。で、この後ですね、一回買い物、北海道来てからよく行くシティか、うん、シティ稚内に行きます。でそれからですね、今日はちょっともね、予定変更しまして、この辺で一泊しようと思ってたんですけど、今日ですね、明日行く予定だったナーポートパークっていうキャンピングカーサイトがあるオートキャンプ場なんですけども、
こちらがね、今日前倒しで、撮ってもまあ大丈夫だよっていうのを先ほど連絡して確認しまして、ちょっと日程を変更しております。ここにね、横に併設で日帰り温泉とかもあるので、まあ、そこも一緒に行こうかなと思っております。であとはね、水とダンプね、またここでも一回やります。まあ、なので、まずはね買い物行って、それからねこの風速10メーター以上区域から脱出します。ありがとうシティ、そして西松屋。そしたらキャンプ場の方まで向かっていきたいと思います。でキャンピングカーサイトっていうところを予約してるんで、このこれじゃない、多分日帰りホテル、日帰り温泉、よいしょ、到着です。じゃあちょっとね受付だけしてきちゃいます。はい、ということでね、無事に今ですねチェックインいたしました。今片付けとか充電とかいろいろやってて、まあ一通りね、できたんで一回休憩しようかなと思ってます。この旅行バタ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 としててなかなかね休めなかったんで、今日はねこの後ゆっくりしようかなと思います。でその間ね、このねボタ電たちはね一旦充電します。ブルブルもコブルも両方とも充電中です。ふーちゃんは睡眠で充電中です。でここねどんなサイトかっていうと、こんな感じのですねサイトになってます。風すごいな。そう、今日もね風から逃げてきたんですけど、こっちはこっちで風が吹いてます。でも1泊3000円なんですごい安い、キャンプ場です。全て揃ってます。電源、ダンプ、それから水道、ゴミなんでめちゃくちゃお得です。このね後ろの水道とかはここですね、これ、これはもうねここのサイト専用の水道になっております。で下にあるのがマンホールで、ここがですね汚水管かな、でここに多分流すやつだと思います。あとダンプですね。であと電源は横に今挿してます。まあ、そんな感じでね一通り揃っているサイトです。このサイトの裏に見えてるこれ、この丸い建物ですね、ここがですねどうやらホテルみたいで、日帰り温泉ねここでやってるみたいなので、あとでねちょっと行ってきます。徒歩で行けるんでね、それもね、すごいいいとこかなと思います。はい、それまではね、ちょっとね車内で休憩します。今5時ぐらいなんですけど、まだ風はかなり強い、時折ねまた強い風が吹くようになってます。雨も若干、あ今降ってないかな、さっきちょろっと降ったけど、そうこんな感じで風が出てますけど、昨日に比べたら全然静かだよね。うん、昨日よりかはまだマシなんだね風が。昨日大変だったよね。うんうんうん、あれ、うーちゃんの顔がペンギンになっちゃった。まあでもね、そろそろちょっと一回に準備して温泉に行こうかなと思います。さあ行こう、ちょっと雨降ってくから待って。じゃあキャンプ場に戻ります。とりあえず今ね、温泉から帰ってきました。時折強いの吹くね。まあでも昨日に比べたら全然平気でしょう。うん、昨日は、ね、よくいいよ、そんな言いながら爆睡してたじゃん。てね、そして後ろ見てください。どうしたんですか。これはウーちゃん、ウーちゃんによるウーちゃんの要塞、秘密の入り方でいくのよ。グッバイ。どこにいるのウーちゃん、顔ひょっこりして。ダメダメということで、いつの間にかあそこに飛んでいくというウーちゃん移動装置でした。はい、じゃあご飯の準備しましょう。お外は雨が降っています。こんな感じですけど、ほぼ見えないですね。机にしようよ。そうだね。はい、今日はね、鍋なんで一回も焚き火では使ったことない焚き火鍋の出番です。鍋どんどんどんです。せめてあれ、北海道の野菜はあるの。野菜、うん、ねえよ。ないならやらんかい。北海道のシティで買ったってだけ。うん。ホタテだって。でもホタテがあるんだ。そうだそうだ、ホタテがあります。ホタテが、いやでも風強いね結構。とはいえね、キャンピングカーの中なので快適です。とりあえず今日は、
鍋だからどんどんどんで。どどまったらジンギスカンもあるよ。はいはい。そうか、ジンギスカンも買ったんだっけ。一応今日晴れたらね、晴れて風がなかったらジンギスカンでもやろうかなと思ったけど。あ、そうなの。そう、いや、もともとキャンプ場取ってたからさ、ちょっと使えるじゃん。よし、じゃあやろうか。この鍋さあ、はい、で、何が出てるの。こう、さあさあさあ、うーちゃんも混ぜたかったな。じゃあ、うーちゃん混ぜるね、これで。うん、いいよ、いいよ。うーちゃん、じゃあこれ後で入れるから持ってて。どう、うん、置いといていい。うーちゃんとこ置いといて。うーちゃんが食べるみたいだよ。このままさ、あわふわって食べちゃうよ。しめずし、好きです。もやしはこのままやった方が良さそうだね。なんか水気あるの。まず、このままやってる。節水禁止で。って言って明日交換忘れるんでしょ。忘れません。天気どうなんだろう。雨じゃなきゃいいんだけど。うん、雨の中帰るのめんどくさい。私ん家もちっちゃい時、いくつ、小学生ぐらいだよね、あれ。うん、え、その時に流れてたの。うん、え、ママ見たことあるの。見てたんだって。あ、番組で。うん、キノコと、はい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 、キノコ一杯全部全部入れていいよ。はいはい。ゆっくりやってごらん。これ、一つ一つ。なかなか、うーちゃん両極端だよ。多分手で掴んでポンポンってやるのかなと思ったんだけど。はい、これでこうやってポン。そう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 。一個一個じゃなくてさ、何個かには持ってさ、やるのかと思った。いや、そりゃそうだ。ママたちが一本一本じゃないならこうするに決まるやろ。あ、ちょっとこれぐらい。いや。さ。もうちょっと。パラララ、あれ一つ落ちた。オッケー。あと。もうちょっとうどんに込んだら完成ね。たくあんとかあるから。よし、うーちゃん。よし、じゃあ乾杯しよう。うーちゃんも持って。またフライングウーピーで。はい、乾杯。はい、うせや、乾杯。乾杯。はい、飲まない。うーちゃんもホタテバター食べてみる。これは輪っかない。どこだっけ。うん、昨日だと、モンベツか。おいしい。モンベツか。モンベツで買ったホタテをバター醤油にしてます。ねえ、うーちゃんはそんなに。そんなになの。ほんとに。ちょっとおいしくなったんじゃなくて。ね、ビールには最高に合う。うん、ホタテバターもっと欲しかったね。そう。うん、うまくない。でもホタテバター多分足りないぐらいがちょうどいいのかなって。思ってる。意外とこういうやつ。うちで取ってください。海鮮鍋とかやってもよかったの。いや、やらないけど。こっちで海鮮鍋やったら美味しそうだ。はい、じゃあ今日も雨降ってきたぞ。よし、福塚様大吟醸。これでもあれだね、さすがにハマねえな。ほぼママが飲んでるけどね。うん、ゼアハンママ一口も飲んでないからね。今回は合うでしょう。なんならウニあるからね。ほい、乾杯。え、ホタテ取っときゃよかった。うーちゃん、暑いんだったら半袖着替えてもいいけど。エアコン入れる。入れない。だってゴールデンウィークさ、他の人たちのさ、キャンピングカーたちさ、みんなエアコンガンガン入れとるやんみたいな。こっち寒いよ、外出た。うちらはあれだよね、 FF ヒーター入れてるからね。寒くてエアコンどころが。はい、今日はですね、うーちゃんがコメントテーマを自分で考えたということで、自分で言いたいと。え、明日は子供の日ですか。小さい頃に残ってる5月5日の子供の日の思い出をぜひコメント欄で教えてください。うーちゃん上手。あ、でもそうか、去年はでも九州にいたのか。去年九州にいて今年北海道にいるんだよ君。いや、遠くいところばっかりじゃん。子供の日って多分どうだろう、僕ら世代
いやもう多分他の世代もそうだと思うけど、言うほどなんかさ、なんか家によると思うよ。え、やる？わかんない、お家によるんじゃない。だからなんかうちのお母さんも豆じゃ、そこまで豆じゃないから、うん、そういうことは特にやってないけど、豆なお母さんはなんかこう、うん、やったりするんじゃない、なんか、なんか出したりとかさ。そう、ちなみに僕は実家で子供の日は僕が記憶してる限り何か特別なしたことを記憶はしてない。正直な話、子供の日に何かしたかって言われるとあんまり記憶にないです。で、もしかしたら何かしててくれてたかもしれないけど、あの、そんな記憶に残るような、なんかすごいビッグイベントみたいのはなかったと思う。てか、兄弟いてバラバラだとなかなかないよ。うちも3兄弟いるし、なんだかんだ言ってのイベントが多いから大変だよ。全部やってたら。そう。親としての子供の日でこんなことしましたっていう思い出だったり、自分の子供の時の思い出としてこんなことありましたみたいな、なんかそういうのがもしあれば、ぜひコメント欄で教えてください。そうだね。うちもそれを参考に。うん、そう。ぜひコメント欄で教えてください。教えてください。ちょっと、ね、車内温度が暑いんでね。窓開けてます。パパの顔が赤い。あ、涼しいね。ここ開けるだけで。ほら、言ったじゃん。エアコンなんていらないんだよ。外気の方が涼しいから。うん、涼しいっちゃ涼しいけど、うーちゃん、めちゃくちゃここのお隣で寒いよ。はい、食後のデザートタイムです。今ね、フラットにして、ちょい飲みテーブルに変えました。今日はイチゴだそうです。イチゴが食べれる間にいっぱいイチゴ食べる。うーちゃん、お絵かきタイム。うーちゃん、先イチゴ食べようぜ。思ったよりかあれだよね、酸っぱくもない。はい、食後はね、デザート食べてゴロゴロしていつの間にか寝ちゃうという。11時前なので そろそろね、歯磨きとかして寝ようかなと思います。ちょちょちょ、うん、丸がキューピー、おやすみ。はい、ということでね、今日はもう出ます。おやすみなさい。でもそんなことないんだね。北海道の市長さんとお会いできた。何年ぶり？ママ運転してるよ。くたばったのしたね。じゃあまたね、バイバイ。